脳はですね、自分が大事だと思っていること、それしか見てくれません。だから、例えばですね、妊婦さんが、例えば旦那さんがですね、奥さんが妊婦さんになったら、町中に妊婦さんが溢れかえっているように見えるとかね、それは今までも、もちろんね、 え、妊婦さんで街に行けば、たくさん歩いてらっしゃるんですけども、そこに注意がいってなかった。だけど、自分の奥さんがね、そういうふうに妊娠をされると、そこに注意がいきますので、全部自分がそこを拾い集めるので、溢れてるように見えるんですね。このように人間っていうのは、自分が見たいもの、 えね、こう自分が大事に思っているものを、まあ、要するに価値観を置いているものですね。えー、それしか見ないようになっています。えー、だから、えー、それがね、今自分がよく見ているもの、えー、逆に言ったらプラスもマイナスも、えー、同じように何を自分が見たいのかっていうことですね。人間は 実は見たいものを見ているんですね。そして聞きたいものを聞いているということになります。だから、それを自分が今見ているものをしっかり、あ、実はこういうところを大事にしていたんだなとかね。いいこともそうですけども、悪いことに対しても、両方ともにそういうふうに自分が思っていたということですね。 えー、そういう仕組みになっていたわけですね、自分が。えー、だから、えー、そのことを知っておくことによってあ、自分が見たいものを見ているんだな、今、ってことが分かってきます。で、えー、そういうことを分かってくることによってあ、自分が隠したものを自分が見ているんだな、ってことが分かってくるわけですね。えー、そして、あ、これが、 自分なんだってね。自分の隠したものが目の前に反転して映ってきているんだなってことが、えー、見えてくるわけですね、まあ。理解できるわけですね。だから、えー、仕組みとして、えー、そうなっていたということですね。で、これはもう本当にいい発見された原理ですから、ね、も、えと、ー、こういう風になってたわけですね。えー、自分が 何を見ているのか今、ねえー。それが、えー、自分が大事にしていること。ね、プラスのこともマイナスのことも、えー、それを自分が大事に思っていたということですね。えー、そういうことを、えー、分かって目の前を見ていくと、今までと当然ね、ものの見方が変わってきますので、えー、いろんなことが分かってくるということになってきますね。で、えー、いつものようにね、えー、また、えー 概要欄の方には、えー、僕のね、無料のメール講座、7日間のメール講座が貼り付けてありますので、えー、そちらをね、また詳しくはご覧になってください。そしてね、えー、今日のお話も、えー、あ、わかったわかったとね、えー、流してしまわないように、何度も何度も、 えー、繰り返して、えー、聞いてみてください。えー、そうすると、えー、頭ではない、えー、感覚化されていきますし、えー、体験していくことによって理解をすることができますので、ぜひ何度も聞き直してくださいね。えー、そして、えー、 またもっと深く知りたい、早くもっとね、えー、深く知りたいって方は、同じく概要欄に、えー、ブログの方を貼り付けてありますので、えー、そちらからね、えー、僕の講義スケジュールがー見れるようになっておりますので、ぜひ生ライブの方にも、えー、ご覧になって、えー、お越しになってください。ねえー、そしてまた次回もね、えー、聞き逃さないようにチャンネル登録の方をしておきましょう。また、グッドボタンとシェアもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。